聞いてください。廊下の行き止まりで、左側の壁を探ってみてください。隠しスイッチがあるはずです。チャージを終了しました。気をつけてください。6階の一番奥にはかなり強いモビルが待ち構えています。その銃では正面の装甲は破れません。横か後ろから攻撃しないとあの敵は倒せないでしょう。急いでください。あまり時間がありません。銃を下ろしてください。ネットワークであなたに呼びかけたのは私です。私は敵ではありません。あなたを信頼に至る人物と判断しました。博士は天才的な科学者ですが、彼の進めている実験は非常に危険です。これまでにも多くの人々が犠牲になりました。あなたが倒してきたモビルは、その開発段階で作られたものです。私もその過程で作られた一体です。しかし、なぜか博士は完成した私を見て失敗作と断定し、解体しようとしたのです。幸い、自己防衛装置が起動し、脱出することができました。博士は危険な思想の持ち主です。あなたが別人となれば、その危険な計画に利用されるでしょう。このままでは大変なことになる。最悪の事態だけは何としても回避しなければなりません。目的を変えてください。あなたに博士を説得していただきたいのです。人間の心を持ったあなたならば、博士を動かすことができるかもしれない。時間がありません。
急いでください。どうかプロセスは刻々と進んでいます。攻撃のプログラムが組み込まれていない私にはモビルを破壊することができません。せめて通信回線を開けておいてください。あなたをお手伝いすることができるかもしれません。良い知らせが聞けることを祈っています。